こんにちは、ゴロゴロキッチンです。今日はこれからの季節おいしくなるオクラを使ったレシピを3種類ご紹介したいと思います。では行ってみましょう。まずはオクラの下処理をします。オクラの茎の部分をカットします。次にガクをくるくるとオクラを回しながらカットします。オクラに軽く塩を振り、まな板の上をコロコロ転がすようにして産毛を取ります。こうすることで綺麗な色に仕上がります。これで下処理は完了です。最初のレシピはオクラの味噌ヨーグルト漬けです。保存容器にギリシャヨーグルトと味噌を入れます。ギリシャヨーグルトがない場合は普通のヨーグルトでも構いません。全体が均一になるようよく混ぜていきます。しっかり混ぜ合わさったらオクラを入れていきます。全体がしっかり浸かるようまんべんなくヨーグルト味噌を塗っておきます。これを冷蔵庫に一晩入れます。一晩経ったのがこちらです。味噌ヨーグルトをオクラから拭います。これは洗ってしまっても構いません。最後にお好みで鰹節を振ってください。2つ目のレシピは夏野菜とオクラの焼き浸しです。夏野菜は何でも大丈夫ですが、今回はパプリカとナスです。野菜は適当な大きさにカットします。ヨーロッパのナスは皮が硬いので、部分的に皮を剥いておきます。ラップを用意し、ナスを一度水にくぐらせてラップに包みます。こちらをレンジに入れて柔らかくなるまで温めます。オクラとパプリカはフライパンで焼いていきます。フライパンを強火にかけます。油を入れずにオクラをフライパンに入れます。適度にオクラを転がしながら程よい焼き色がつくまで焼いていきます。パプリカもオクラと同様に焼いていきます。面倒であればオクラとパプリカは一緒に焼いてしまっても大丈夫です。保存容器に漬け汁を用意します。だし醤油、水、みりん、お酢、ごま油、柚子胡椒を入れて全体をよく混ぜ合わせます。この中にオクラとパプリカ、ナスを入れていきます。全体に味がなじむようよく混ぜ合わせたら蓋をして冷蔵庫に入れます。15分後ぐらいから食べられますが、一晩置いても大丈夫です。3つ目のレシピは焼きオクラのバタークミン味です。先ほどと同じようにオクラを油を入れずにフライパンで焼いていきます。レンジで溶かしたバターにクミンと塩を入れます。よくかき混ぜます。お皿にオクラを並べたらクミンバターを上からかけます。これはそのままディップにしても美味しいです。はい、できました。はい、ということでオクラを使ったメニュー3品でしたが、いかがでしたでしょうか。早速試食してみたいと思います。どれもすごく美味しいなと思います。で、まず最初のこのヨーグルトと味噌のお漬物なんですけれども、まだ私がパリに来た時に語学学校の生徒さんたちとみんなでピクニックに行ったんですが、このヨーグルト味噌漬けのオクラを持って行ったところすごく好評で、毎回お客様がいらした時にも出していてとても好評なので、これもぜひ簡単なので試していただけたらなと思います。それからオクラは茹でるレシピが結構多いと思うんですけれども、実は焼くとほっくりしてすごく美味しくなるので、ぜひ焼いてみていただきたいなと思うんですが、オクラ自体はアフリカからやってきた野菜ということで、すごくクミンとよく合うんですね。
なのでバターとクミンの組み合わせもすごく美味しいと思うので試してみていただきたいなと思ってます。最後に夏野菜の焼き浸しなんですが、こちらもやはりオクラはぜひ焼きたいのと、パプリカなども焼きたいなと思いますが、お茄子に関しては焼くとちょっと外側硬くなりがちなので、私は電子レンジでなんちゃって蒸し茄子にして漬け込むのがおすすめだなと思ってます。最後にオクラの保存方法のおまけ情報なんですが、オクラはうちでは特に下茹でなどはせずに小口切りにカットしていただいて、でそれをこのジップロックに入れてすぐ冷凍してしまっています。そうするとそのままお味噌汁などに入れていただいたりとすごく活躍するのでおすすめです。という感じでしたが、いかがでしたでしょうか。今回の動画気に入っていただけましたら、ぜひ高評価の方とそれからチャンネル登録もお願いできたらと思います。これからもいろいろなレシピやパリの風景を撮影していきたいと思いますので、こういったものが見たいですとか、僕は分からなかったといった質問などがありましたら、 YouTube のコメント欄の方に書き込んでいただけたらと思います。それではまた次回にお会いしましょう。ゴロゴロキッチンでした。